決勝戦、ファイナルです。最後の戦い、東杯のスタートです。あ、ちゃんと鳴らした、最後はね、かかしてたのね、先ほどまで。さっきのスカーは何だったんですかね。はい、決勝始まりました。ちいちゃは板川さん、なんちゃ名田さん、シャーちゃ小島さん、ペーちゃ前原さんです。ドラがシャー、さあどう、ああ板川さんピンズ一メンツ、まあ、まあ、でもいいですよ ね、まあ、ね、ドラガシャーなんだよね。ドラガシャーですね。名田さんが、うん、ちょっと重たい感じですかね。小島さんは、あ、これはもう上の3色見えますね、うん、6チッパか。前原さんもまあ、トントイツぐらいですかね。板川さんちょっと手がプルッときてますね。さすがにこの舞台は、はあはあ、ね、緊張の色は隠せない。相手も相手ですからね。板川さんが最年少なんだよね。そうなんですよ。すごい対局だよね、本当に。さあ前原さん、これで想図の本位置を意識してるでしょうね。チートイツとかっていう形でしょうかね、これは。まあでもドラのシャアを誰もね手にしてないところで、先生は6チッパに向かっていきたいところ、まあ、速攻派って言い方でいいのかどうかわからないけど、奈良さんは仕掛けていけるタイプで、うん、他さんには割と面前重心型だね、はい、さあ、この6チップかというのは2差しの方がいいかもしれない。うまく移行できればね、うん、いい感じなんですが、2つの3チップの可能性あるから ね、 ですね。これでまあでも決めましたね、はい、2差し、2差し。おお、ピンズがこれで 9枚。あ、寄せたいですね、これもね。ただピング結構みんな持ってる人が多くて、捨て牌ももう出てる、出ちゃってる ね感じですから、どうなんでしょうかね。重なった名本チートイツ、これ4トイツだ、ね、リャンシャンテン、あ、3トイツかまだ、あれ、トンナン急走、板川さんもちょっと他の色も残しつつ、ドラ来ましたね、これで。また重なった、重なったらこれでリアンシャンテンだね。そうですね。でもこれ感触いいんじゃないですかね。いい感じ、いい感じ。あのちょっとまあやっぱ苦しいハイパイからここまで、ね、伸びてくれば。まだドラのシャー山に3枚いるからね。さあ 1,2,3 2差し一気通貫、一応2差しの方を、まあ、ターゲットにした感じですね、うん。さんもちょっと統一っぽい感じですよね。こちらも4統一ですね。だドラの、あ、ドラがね1枚ポツンと浮いてるのが気持ち悪いところです、うん、だから3枚生きてるからね。おおお、今度はトイトイ系まで見る。そうですね。おお、板川さんもこれで2差しで一気通貫が2差しか。あ、そうですね、うん、まあ切れがないのはね。あ、でも一緒か、バキョウ的にどう、ピンズの方がいいんじゃないですか、うん。まあ、三品ウーピンに期待する手ももちろんね、うん、あると思います。やっぱりみんな手役作ってくるよね。そうですね、うん、まあ、順目はかなり深いところでの 勝負になりそうですしね。9巡目だね、これから9巡目、はい。奈良さんとかはこれ、まあ、いくら流派があるって言ってもドラが1枚この形だと仕掛けにくいですよね、うん、だからやっぱり、ね、シャー重なりのチートイツとかの方がね、うん、
さあこれで単陽だ。単陽。ジャン島がねどうするんですか。あ、いいのか。単陽確定させるんじゃない。キューピンを切って。ああ、つもぎりですか。キューピン切ってリャンカーに取るっていう形ですよね今のはね。とキューピン切んなかったね。そうですね。なんでだろう。あ、ピンフ。休め。休め休めと連続休め引きのピンフ転廃どうするかな。リャンスト自体は3枚見えてる感じで。どうでしょう。出ますか。マンズの橋考えてるの。いやーリーチ打つか打たないかだけじゃないですか。あれあれあれああびったさすがに。いや打つん、うん、打つか。いや嘘。リャンスはい、小島さんがリャンスをピンフリーチピンフで、先制リーチかけました。でもう一回これタンヤの方に向かっていくと。これ対抗できそうなのが、ま、前原さんの手が進んだらどうかってとこぐらいですかね、うん、まあ、一応親のね、板川さんがね、うん、いいシャンテンいいシャンテンだからね。もうちょっとでも言い回す筋ですけどね。そうですね、はい、言わんを出しましたね。板川さんは入った入った関西さん入った入った。これで3品は何現物アローピン切って、アローピン切れてるんだ、手配にね。小島さんの背にローピン切れてるんで。なるほどね。半三ピン闇ですね。はいはい。現状は単葉三四。高さんリーチいかないですね、でもね。ね。なんかまあ。さあこの。あ、でもこれ前原さんの三ピンどうですかね。うん、この三ピン。手が進んできた時にね。そうですね。まだ粘りたいですもんね、この形。さすがにあのローマン切りで板ヶ瀬の闇点気配って分かるんでしょうかね。どうなんですかね。やっぱり強い牌は出てきてますからね。そうですよね。そうか、そうするとローピンの筋といっても3ピンは出てこないかというところで、なんか勝負をかけに行くのかなと、うん、これちょっとどうですか。これあー来たますか。さあ板ヶ瀬さん単野を3色の7700の上がりになりました。まあ、リーチだったらまず出ないですね。リーチだったら出ないですね、はい、逆にもう闇線が大正解という。はい、トン一局前原さんから7700上がって板川さんがトップに立ちました。リーチボーが入って337レンチャンになります。ドラが9ピンでどうですか。リファアンコ。あ、リファアンコだ。来ましたね、うん、おパーワンから。パーワンから、うん、もう今のパーワン打ちなんか見ると本当初の目で終わらせる気ないよね、本当にね、うん、そうですね。さあ小島さんが先生もまあまあいいですよ。前原さんも悪くないですけどね。まず一メンツ。ただまあね、こういう親が まず一歩ポンと上がったわけじゃないですか、うん、ここでの、ね、止め方っていうのも、まあ、特に、ね、皆さん同じ団体ですし対戦経験もあるでしょうから。ああ、なんかさっき奈良さん打ち慣れてるメンバーって言ってたもん ね、 ねえ、そうですね。奈良さんはこれ純ちゃんも意識したってことですね。あ、トーンが上になりましたね。しましたよ。形もいいですね。形いいですね。はい、これはいい形のインシャンテン。でもまた誰もドラ持ってないんですね。そうですね。9ピンドラの9。あ、いいピンアンコにしました。おお。これはちょっとリーチのぶつかりが見れそうだね。そうですね。お、これは素直にいくなら。あ、まあ、とりあえずチェンと。イーマン・リャンマンも切りそうですけどね。はいはい。ああ、そうね。だけどまあ、もしのもう目いっぱいに広げてね、ペンさんにも備える。うん、ペンさん入ったらどうするかな。さあ、前原さんの手も伸びてきた。これ。さあ、これでイーシャンテン。6球満を引くとピンフイーペーコの形になりますね。
ポケモンいいんじゃないですかね、この時点で。あ、もうこれで両面3つの形決めました。一方前原さん2統一目ですね、これ。おお、そうか、はい、チート1のイーシャン点でもあるんですけど、まあ、両天秤っていうかどっちも構えられる形に取りますね。メンツでどうするの、天秤、はい、どうだ、うん、さあ一歩前進でこれでイーシャン点、まあ、安全牌を残してイーシャン点が3人だね。そうですね、前原さんちょっとでも苦しいですよね、これ仕掛けていっても安そうだし、チート率するんじゃないかな。そうですね、でそうするとリーチいつも裏裏っていう、うん、さあこっち、あこっちはまだリアンシャン点か、まあ、リアンピン切って普通アーピンから行きますかね。アーピンから行った、うん、野田さんは、まあ、チート率の方は見ないという感じですね。バーピンサブローマン、うん、難しいよね、やっぱり、ね、リャンマンですかね。チート率はどこら辺が重なりそうか、うん、馬強的にはどうなんだろう。そうですね、あ、マンズよりソズの方が良さげ。そう、いやでもそうとも言えないですよね。嘘に、あの嘘切った瞬間に地図が来るっていうのもなんか感じ良くないなとか、うん、そういうことも考えるそうな、ね、ドラ表です。これただね、まだねドラの9ピン誰も持ってきてないんだよね。はいはいはい、はい、これでいいシャンテンだ。 しかも3個に変化するかもしれない。そうですね、スチーソースチーマン、スチーマンがちょっと薄そうですけどね、うん、縦を引いちゃえば先生に天敗が、あこれで初めてこれ一応残しますよね。残しますね。パーピンが3枚見えてますからね。ただトンがアンコだから重なっても嬉しいところですよね。うん、なるほど。さあと想像を残していく作戦かなこれ。想像に、ね、想像に絞りましたね。うん、さあこれで3個含みだ。本当だ。3個いいし、まあそうですね。3個の形がある。重なった？あれ？はい、転倒しました。重なったね。重なりました。あ、さあ、あと待ち取りか。リーチ取りの転敗。でもまだこ、どちらかというと仮点かな、これは。ああ、リーチが行きましたね。イーソー。イーソーがいいという根拠は。川に1枚。いやー、捨て牌はむしろイーソーなんか出なさそうですね。仕掛けたね。スチーマン現物です。前原さんの現物で。あ、なるほど。現物なのか。あ、でもこっちも手、そんなに転倍入った。うん、これは、前原さんに9万が切れてるんで、一応奈良さんはよし、あーこれいいそう、あーいいそう、これはいやでも切ってるところでメンツのねこと考えたらいいそうってちょっと切りづらいところではあるんですが、さあどうだ、おお僕は引きますね、まあ、そして親も仕掛けた、そしてか2人ともあれか、前原さんのゲーム室で待ってんだ、ね、そうですね、7-1と6-9-1、うん、小島先生あの奈良さんもね、まあ、リャンマンっていうパイを切ってきてるんで2人警戒してますよね、食い仕掛けの板川さんと、うん、さあこうなるとどこが強いか、スチーマンもでもそんなにね、どうですか、そんなにてかイーソーもまだイーソー2枚2枚来てるんだね、あ1枚じゃないですか、1枚か、あと1枚か、はい、手に持ってる2人ですね、積もりましたね。積もりましたか、どっちでしょうね、どっちだろう、安め高め、あ高めですね、積もピンフイペーコ7等3だ、はい、これで、はい、実際ねイーソーいるからすごいよね、前原さんのねイーソー短期の読みはちょっと今根拠分かんなかったんだよな、即利を打つっていう前提で、まあね、とりあえず先手を取るっていうことで、まあ、いやだから想像がいいなっていう感じで残してるのは分かったんだけど、ね、うん、はい、これで板川さんトップ面のまま3-2-3、奈良さんが29,000点です。小島先生232で前原さんが155という並びになっています。ドラがグーマンで今奈良さんの手に5万が統一されましたね、うん、
親の奈々さんがまた面白い手だよ。前原さんって面白いよ。前原さんがちょっと面白そうですね。面白いよこの手は。どうするんだろう。翻弄みたいな感じで、ちゃんたから翻弄とみたいな。これはあ、でもイーピンから打っていった。イーピンから打つんだ。へえ。奈々さんは多分違うんでしょうね。あ、イッタバさんの手も悪くない。いいね。はい、奈々さんはドラトイズですけど、うん、まあちょっと時間はかかりそうですね。小島先生、何厄介の何がドイツ、あ、自分の風だよね。はい、前原さんの E ピンは何を見てのものか、うん、想図の本一ってことですかね。そういうことか、ね、ああそうか、うん、むしろピンズよりも想図。さんの手もちょっと動きは取りづらいですよね。いやここもちょっと厳しいね。一日さんとあたりにとりあえず標準を絞りつつってとこですかね。小島先生、あ、ドラです。ドラだ。思わず下打ちも出ましたね今下打ちしたの、はい、聞こえましたね。カメラはしっかり拾ってしまいました。これはちょっと、まあこれで逆にチートドラ、まあ、ドラドラを、はいはい、に行くんじゃないですかね。まあ、とりあえず早い順目の決着は間違いなくないですね。ないね。このだから、まあ、こうなるとやっぱ手がいいのはでも板川さんだからね。うん、うん、そうですね、うん、あのイペコ含みの部分がすんなり引けるか。あらら、チートスになっちゃったメンツでだったら早いかなと思ってるけど、ね、チートスになっちゃった。あ、しかもね、内側に寄せないでもうチートスに標準絞ったって、ね、あ、今もうあれだ、決めちゃってない。チートス、そうですね、あの E マンで取りたいって感じですね。表示牌の4万を切って。チートイツはね、すっと決まるときは早いかもしれないけどね、長引くとね。そうですね、うん、こうなると本当 どこの範囲を残していくかがね、ちょっとねポイントになるよね。結構まあね、先打ちとかもありそうな組み合わせですが、うん、例えば677から7切るっていうのが結構早めに出てくると、うん、周りのパイがないように思っているところが実はあったりして読みづらいですよね、この4人の組み合わせだと、うん、そうなんだよね。手なりでみんなが手なりで打ってくると、ね、ちょっと逆に読みやすいけ すいんですけどね。みんなこう、ね、自敗抱えて重い手作りになってるから、うん、ちょっと手牌とか山にいる牌の傾向を読めないよね。読みやすいですよね、非常に。まあ、そう言いながらもなんか奈田さんがじっくりと育てていっている感じですね、うん。流派は、一枚切れ、まあ、チートイツやるにはちょっと残したいパイかもしれませんね。ションパイの方切っていくんですかね。あ、うん、とりあえずチーソー残しましたね、はい。あ、想図が安い想図と自分で4万切ってるイーマンをちょっと短期候補に残すと。今日的にはウーソが2枚とね、リャンゾーが1枚、あ、ソーズがまあまあ安いけど、まあまあいい感じですね、うん。あ、先生はこれでいい、これでちょっと下の3色も何の上がりも、うん、おこれでいいシャンテンだ、こちらも。さあ、こうなるとチューンあたりを切っていくのか。まあ、ウーアも切らないから ね、 そうですね。1枚切れの方がなんか重なりを期待できそうなんですけど、うん、あ、でもその辺はあれですね、うん、今打たれた箱、はい、あれこれ何、ランピングがあんこになったね。どうするんだろう、残して血を残しますね、うん。小島先生は何のポンテンとかかけるんですかね。あ、ウパピン、あ、これはメンツの形もありますよ、またメンツってね、はい、どうするんだろうね先生。俺ね、1、2、3の3色をオーバー見てんじゃないかと思ってるんで、そして奈田さんも今いいシャン、ね、ドラアンコにしましたからね、奈田さんね、うん、ただ何1枚切れてるんですよね、うん、そこでどうするのかという、やっぱりリャンゾーとかイーソーの引き見てんじゃないかな、うん、何を引いてきたんだ、ローソーじゃないですか。あ、またアンコになったのか、はい、あの板川さんと同じような感じになってますよね、うん。
ね。キートイツイーシャンテンのアンコが1個ある形、はい、で馬はもうないんですよね、うん、野田さんに3枚になっちゃったんで。ああそっか、実質ね。キートイツ行ってしまうと空手になる。あ、キートイツ行きましたね。キューピンがもう2枚見えちゃってるんですよね。あそっか、はい。そして板川さんはドラヒョウがかぶってしまって、うん、まあ逆にドラ受けができた分ね、ウーマンドラですからそういったところ残していくのか。それで今リャンはもう一回受け直しって感じですね。そうですね、リャンマンに。うん、重いね。重いですね。重いです。本当チャンスではね、奈良さんなんだけどね。そうですね、カンロスサブロッピー。カンロスは入ればかなり。なんかここにしました。ここにだった。全部ありましたよ、さすが先生。カンリャンピン、リャンピンはバニー1枚ですね。どっち受けるかだね。シャンポンですね、3枚。ソーズが3枚。ソーズがまあバラバラとみんなの捨て牌に出ているので。カンリャンピンよりはソーズ受けの方が。そうですね、3ピン自体もまだ見えてないですし。で実際三蔵丸行きじゃないかね、そうですね。誰も取りに行くんじゃない。1枚あるのか、はい、じゃあ、あと1枚か。3品は3品はさあどうぞ。あれ3品は持ってないんじゃないですかね。3品の方が生きてんだ、はい、はあ、さあこれは先生のチャンス。前原さんも持ってないし、板川さんも確か11122ですよね、ピン図。そうですよね。お、何品ないですね。6万は、ね、6万はん、あでもこうなるとこうなるともうウーアンがないからね。そうですね。あでも3品のつもがり十分ありそうですね。ありますね、はい、両方とも1枚ずつ。さあどうだ、奈良さんが今度だからテンパイ入った時にどうするかっていうところですよね。ローゾーも薄いんですよね、前原さん。あんこから外してるぐらいですから、奈良さんの欲しいローゾーも薄いので。ただ親番でね、ドラがあんこですからね、うん、あ、うん、お3はあんこにしましたよ。これはあこれだね、サブロは打てない。ちょっと、ね、ドラまたぎの打ちづらいんじゃないですかね。チーワの裏筋だもんね。そうなんですよ、うん、でまあドラをね固めてるの奈良さんなんで、やっぱり板川さんの目から見たらちょっとサブローは嫌だよね。あ、これいいんじゃないですか。4万は通りますよ。4万は通るね、はい、でツモがないんで、ツモ数の変化待たずにリーチいっちゃう手はありますよね、まあね、はいはい、ウッパピー現物でもないし、ウッパピーも通ってない。あでも いかなかったですね。ああでも次変化して最後でツーム、あウパピーだ、ここにパーピン来ました。奈田さんもね、ここになるとね、まあ、ただ一応両面両面の形が残ってますけど、フリテン含み行かないですね。脇にも行ってないよね。そうですね、まだ山にいますよ、ね、あここに初めて来ましたね。あ、まあ、でも前原さんもね、ここはもう、シャンテンのままなので、まあ、自敗を切るかキューピンですかね。キューピンゲームズですし、うん、はい、もうやめましたね。やめました。このパーピンも出なさ。さあ板川さん、ああスワンテンパイ。本当だ。ツモが一回、ツモが一回あるんですよ。ローピンチーピンは。あらちょっとまさかの。ええ。ローピンは。え？ローピンは先生に1枚。先生1枚ですね。チーピンはチーピンバニーバニー枚。バニー枚。だからローピン1枚。ローピンですね。そう、まだツモありますよ。ローピンは生きてるよね、生きてるよね。ローピン前原さんが持ってない。あ、前原さんが持ってるから、あローピン、あないんだ、あないんだ、あじゃあからからなんだ。ちょっと大きな声を出してしまいますね。失礼出しました。いやでもなんかスワコに出ちゃったらもう、ねね、あここに三蔵行きましたね。あ先生だ、残りはもうあと3ピン1枚だけ。3ピンこれ入って、3ピンもなんか、あ前田さんのところに行っちゃったのかな。はい、まあ、1人テンパイですね、はい、いやいや2人テンパイ、2人が前板川さんと相撲数が空手でしたけどね、はい、これで野田さんの親が流れて、小島先生と、板川さんの2人テンパイ、トップ目が一応差を広げたという形になりましたね。板川さん338、うん、で小島、野田さんが275、小島先生が237、前原さんが14000と。まあ、でもまだね、トーン3曲だからね。そうですね、まだ予選の、あの、うん、前原さんもそうでしたし、ね、あの野田さんも苦しい位置からの。さあそして、ね、先生ですね、ドラがローアンです、
まあまあといったところでしょうかね。一メンツ。そうですね。え、どうしたの？積み場の問題ですかね。どうなんですかね。積み場の問題かな。一応ね、100展望を出すということだったと思うんだけど、はい、さあまたアンコバーみたいなね、なんかそんな感じになりそうですよね、うん、割とみんなが筋を大事にするというか切らないような感じになっていて、うん、スアンコとかチートリスとかだったら、ああいったあはまるとでかいような手が、うん、1個は決まりそうな気がするんですけどね。またみんな狙える人たちだからね。そうなんですよ、無理アレンジでもねこれだって前原さんここからでも、ね、ありそうですからね。実際もうかなり頭の中ではもうそっちを描いてるんでしょうね。板川さんの手がでもちょっと軽そうです、うん、こっから流派が出た時に板川さんが動くかどうかですけどね。小島先生からも出そうですし、さあこの1枚目動かず、うん、動かず。2枚目はどうだなんか動かないイメージしかないんですけどね、うん、そうだね。要するにリーチかかったね、しんどきとかそういうのは別にしてね、通常の手作りじゃ割と面前派のイメージだもんね。ポンして両面2つ残ってる形なんで、全然あの、ね、形的には問題なく仕掛けられるんですけど、まあ、何よりトップ目ですしね、うん、まあ、でもそういうところで決まらないっていうふうに考えてるかもしれないですね、この1000点2000点で流していってもっていう、そういうことでしょうね、うん、まあ、原さんはドラが6万浮いた形、さあ佐藤さん、さあ今度2枚目です。どうだ、動かない、動かない。じゃあもうあれだね、想像の変化も見て単品に移行する可能性もあるね。そうですね、まあ、らしいよね。でもそうですね、これでも普通に両面、想像両面ぐらいがね、椅子あたり埋まったらとりあえず両面両面残して、まあ、リーチドライチみたいな形でリーチかけるってことでしょうかね、板川さんとかね、うん、あ、そうだよ ね、 ね、さあ、わあ、こまあ、もう一つね、あれだよね、アンコインソが重ねたいんだよ ね、 そうですね、まあ、あとドラを、まあ、重ねればチートイツ、ああそうですか、ドラが今ポツンと言ってる形だ、はい、逆に使いづらい分統一点に行きやすいですよね。お、貫禄マン、ドラの貫禄マン入っていいシャンテン、これは親です。6球ピン入った時にね、イース、あの一通の変化を待つのか、いや待つんじゃないですか、やっぱりね、あと数数の変化もね、シャボではリーチを打たない、さあどうするの、初落とすのか、さあ封鎖を切るの、あ、ランズの方か、そうかそうか、内側に寄せるんだね、すいません、リャンピンがもう4枚見えてるので、じゃあ行き着かないんだ、そうなんです、ね、逆にそうか、じゃあシャンプンでリーチの可能性があるんだ、そうですね、打ちやすいですね、うん、トンはションパイ、トンはションパイ、トンはションパイ、そしてまあいわゆる筋の2ピンを先に打った形、さあこれ、じゃあここでどうするんだろう、ここで、あ、そうでも単品に、そうですね、これで流派流派って安全に落として高く持っていけるっていう、さあこれでもローマンがね、両面にするとローマンドラですからね、まあ、つもぎりですね、さあ行って進んだ、おお、さあこれで初を落として、順調だね、いいシャンテン、田川さんのイメージだと9万引いた時だけ闇転しそうですね、それ以外はもう全部リーチ、ね、全部リーチを打つと思うんですけど、あ、ただあの別の人が言ってました、あの先手で両面取ったら大体リーチ行くっていうふうに、そういう場合田川さん言ってたんで、9万でもリッチかもしれないですね。あ、9万引いても、うん、あ、もっと広いシャンテンになったね、すごいですね、すごいね、ね、さあ小島先生にテンペが入るか、入らず、
前原さんもまあこれね6失敗とかそういうちょっと厳しい、ね、しくっていう感じになってるので、ね、さあテンパった、うん、さあ行くか、さあこれは行くでしょうね、もうおおえトンを重ねるのを待つ、あイーピンごめんなさい2枚切れてるんですね、あなんだイーピンまさに2枚切れたばっかり、あそうか、でも裾の変化を見てもいいよね、そうですね、やっぱりトンを切るのがトンは確かにしょんぱいですからね、あこっち伸びるね、そうですね、若干まあ振り点の危険性はありますけど、まあ、ドラ引きなどは相当強いです、なんか前田さん缶は入れたんだ、そうですね、さあテンパイ、おーこれでまあリチですね、もうドラ筋のね、はい、Q1 の Q1 がでもね場に3枚取ってるんですよね、逆に高めを期待できるという、うん、なるほどこともあるでしょうかね、うおー伸びてきた、ただこれ捨て牌がちょっと強いですよね、うん、急走っていうのも特に通ってるわけじゃないんですけど、ね、あでも小さな壁とかですかね、さあこれはでも振り点か、サブロ9万ですけど振り点、あどうすんだろう、ただ行くんじゃないですか、そうですねこれ。粉点ですから、まあ放置することはないですね、はい、まあ、でもまあそれは分からないからね、でも逆に振り点で追っかける方が勇気いりますからね、そうそう振り点の追っかけがすごいよね、ただこれ6万はいるの、6万はここに1枚、ね、前原さんに1枚で奈良さんは持ってなかった、そうですね、うん、じゃあ2枚残ってるじゃないですか、2枚残ってるんだ、高めろはどっちどっちの山にいるかだね、あこっちもリーチか、来た白と、白も生きてんじゃない、白とキューピンですかね、白も生きてます、白も生きてる、白丸々です、あー来た、あーパチだ、あー来たね、マルさん門番来ましたね、リーチ一発、白ドラ裏、これね、あそっかパーピン2枚切れてんだよね、うん、あそっかそっか、うん、はーパーピンが薄い分、まあウッパーピンというか迷いがなくて、ね、シャンポに行きましたよね、さあ前原さんが直撃を取って、これで丸くなりました、ねえトップ目から取ったからね、灘さんがトップで275、板川さんが2着で245、前原さん243、小島先生227です、完全に平たくなりましたね、上から下まで4800点差です、またもうなんかトン局みたいな感じですよ、そうだねそしてストーン4局親が前原さん、今ねドラがウーピンですね、はい、今のはねなかなかちょっと熱い勝負というか、うん、そうですね、うわいいですね、いい手だね、なさんいいですね、あ本当だ、できればリーパイしていただけると視聴者の、まあね、視聴者の方にも視聴者には優しい感じになりますよね、はい、まあ、そのうち徐々にということですね、うん、これ板川さん何は自分の風かな、何は自風ですね、うん、はい、ただなんかさっきの感じを見てるとなんか蹴りに行くっていうためのなんか仕掛けはしなさそうなんですよね、まあもしかしたらさっきの仕掛けていれば無難にやり過ごせたかもしれないですけど、1枚目のナーはねスルーしてるからね、やっぱり染めちゃうかな、染めも意識してますよね、ただドラガウピンで1枚持ってるっていうのがちょっと、はい、あじゃあ染めきれないね、さあこれはまあ、ピン風ドライチもしくはドラドラぐらいの形にしたいところですね、マールさんの手はちょっとパッとしないですけどね今のところ、うん、おまたマンズ伸びてきてるね、あそうですね、両面払ってあ行くね、染めに行くね、ドラも余れば勝負っていうね、うん、切るというさらにいい感じになったね、面単品みたいにいけそうですよね、みんな手がなんかよくツモがツモが生き生きしてますよ、皆さん、ね、若いよね、若いですね。さあ板川さんがこれ、おお若い、来た来た来た、すごいすごい。もうここでドラ離しちゃってもおかしくないぐらいですよ ね。さあ奈々さんはレアウーピンとスチーマー、小島先生ウーピンのくっつき。まずこの縄仕掛けるでしょ。動いた。これでドラ切るでしょうね。うん、あ切らパーマンから切った。おおドラまだ引っ張る。一応イーシャンテン。これ奈々さんがね。ドラだと仕掛けるかもしれないですね、うん、ランピン前原さんも手は進んだけど、手は進むんだがもうでもね
あの板川さんの捨て牌がもう想像が激しく出て後に最後マンズが出てきたんで、もしかしたらもうポンテンとは言わないですけど相当やばいと。あ、でも行きましたね、チュン勝負しましたね、前出ますね。はあ、初出ましたよ、ポンだ。これでこれでドラ切ってマンガンテンパイですね。ペンペンリャウマン、リャウマンです、はい、リャウマンのテンパイ、リャウマンはこれドラを切ったのでチーテンを入れますね、スチーワン、はい、リャウマンスチーワンね、マンズ対決ですね。ここにね切り込みたいんだけどね。そうですね、チューンはね前原さんが通してくれたんで、うん、はい、打ちやすいですから。あ、ペン3層入れたんじゃない、ペン3層が入りました、うん、イーソーは切りやすい、うん、イーソー切って換算マン引き入れて6キューピネリーチ、6キューピだね、そこで勝負だね、換算の形になりましたね。換算待ちでもいくかな、もう動かせないからね、そこでしょうね、ここは押し切られたくないでしょうから、うん、さあこれは板川さんへの報酬という、トップ目の奈良さんから今度はまたトップ目から、はい、苦しいですね。板川さんがこれで32,500になってトップ目抜け、また返り咲きましたね。ただ奈良さんも19,500ですから、これで難入、はい、高いですね基本的に。そうだね、あの上がり点が、ね、さあ親番は板川さん、ドラウソ、板川さん325、前原さんが253、小島先生227の73195です。おお、あんまりねピンズ一面ずつあるけどそんなに良くないね。そうですね、あドラも悪く悪い、あんま良くない、うん、感じですね。先生も微妙なところ、先生はまあまあかな、うん、お、これはもう完璧に染めるでしょう。ああ、じゃあ一目できちゃった、できちゃいましたね。ああ、そっか、馬場さんならでも一目つけるでしょう。切る、まあ、切るんだけど、いやでももうこうなるとあれかな、ペイも風だもんね。そうですね、この矢だもんね、連チャンされるのね。奈良さんから割とあの早めにペイが出そうなんで、この時にどう反応するかが見たいところですけどね、うん、どうすんだろうな。トーンアンコー、あ、これで落とすか、さすがにソーズ落とさないか、くっつきのいいシャンテンですね。まあむしろリーチ、合計リーチで一発裏ドラを期待するという、ドラも1枚入ってますね。あ、ちょっとごめんなさい、嘘ドラなんだよ ね、 あ、ここは切るわけにいかないんだよな。でペイは今スルーしましたね、出たけどね。だからリーチなんだよね、うん、ね、マンガンクラスにしたいですね、うん、おお、重ねました。ほう、そしてまたドラ、ここも。さあ前原さんのくっつきがどっちにくっつくかですね。あ、まあ、これでドラがもうねとりあえずないね、なくなった、うん、何引いた。さあこれ2枚目のペアはさすがにもう叩くでしょうね、ポンして 5-2 ですもんね。十分十分、だからもうマンズが3メーチャーになったらね、もう喜んでリーチだよね、はい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 、あ、これでこれでいいシャンテン、そうですね、一数ピンウッパーマンのいいシャンテン。あの前原さんの手で例えばチーマン引いてカンローマンになった時どうするかっていうところですね。いや取らないでしょう、それはテンパイ、テンパイ取らずに、うん、もうまあもう一回そのつまぎでってことですね。そういうこと、あ、テンパった、あ、テンパりましたね、なんと。でもまあ取りませんね。そうですね、さすが、これサブロッソのリーチ、これはやっぱ一番ドラ生かせるリーチ。そうですね、でも三層は先生にあんこだっけ、はい、そうですね、三層がちょっと薄い感じで、ローソーもここに1枚ですね。何の統一落としからゲームゼスナーは野さんにも1枚、そんなに自分でも1枚使ってますし、そんなに楽な街じゃないですね。まあ、言った後2枚しかないっていう、そんなに力入れてもないもう見えてますけど、ね、あ、でもかなりね、もうすごく勝負どころだっていう感じですよね。だってやっぱりパッとハイペア見た時 ね、ペイも浮かしてきて、ね、いい感じでツモキとサボロソだからね、感触がいいでしょうね、うん、ここ上がって波に乗りたいってところだよね。さあ先生、一通の方向も見えてきたんですが、お、何、あ、いいそう、
イシャンテンです。カンチーマントス。あでも行かない。まあ逆に前原さんに漫画積もられてもまだね、あの3曲十分戦える点差一応トップ目であるということだ ね。 そうなんですね。うわこれはもうどうするんだろう。3品はもちろん取ってるんだね。3品現物ですね。現物だね。さあ前原さん薄いですけどサブロスを引けるか。こうなると対抗馬がいやだから小島さんだよ ね、 そうですね。先生ぐらいですかね。おお、これは貫通した。これはこれはどうせ打たないだろうし、うん、どうするんだろう。まあ、他にでも安牌は3ピン、まあ、とうとう3ピンぐらいしかないですよね。あ抜きましたね。だからああそっか、もう引くか。 あとは積もれるかどうかだね、うん、そしたら、残りがローソ1枚。ローソ1枚ですか。板川さんまたイーシャンテン、またイーシャンテン復活ですけど、うん、まあ順が打ってますね。出ましたんでね、うん、これでイーシャンテンだろう。反撃がありますね。そうなると、まあ、パッソって、まあ、言ったら、ね、ドラじゃない方ですから切りやすいっちゃ切りやすいですしね。チーソーこれチーテン取りますか。取れないのかな。いや取れる取れる取れますよね。取れるよ。カンチーワンだけどね。あここでローソー引いちゃった。ローソーはもうじゃあパーマン。ああそう想像前のが嫌なのかね。ここなんか感覚的なものもあって、おあれまたイーシャンテンに復活した。イーシャンテン復活しましたよ。さすが先生。これね、もう前原さんの抹茶ないわけですから、うんね、こちらまだイーシャンテン維持してますからね。苦しいスティーソーですか。あここでパワー。ドラはちょっと打たないと考えるんだけど、ローソーは危ないですね。ちょっと危ない。はい、そうですよね。何引きました。何引いた。7万じゃないですかね。7万、うわサブローマンがね、サブローマンはちょっと打ちにくい状況だ。取ってないですからね。まずはパーは何来てる位置だっけ。リャンマン来てる位置。リャンマン来てる位置。リャンマン来てる位置。まあサブローマンってまあそんなにはね、リャンマン切りリーチの場合ね、ねえないとはいえ、またぎは嫌だけどね、リアワギリリーチでね。ただまあ順面も早いんでね、単に余って裏筋が残ったとかもありますし、だからピンズは上は全然通ってないです、うん、そうですね。抜きましたね。ましたね。さあここにいや筋ばっかり。あでもこのスチピアも打てない。あーローピンですか。あないのか打つ。はいマンズもだってサブローマンの筋切れないですよね。スチーマンももっと切れないし手詰まり。あ手詰まりなんだ。そしたらこのローソーがちょっと危ない。あそもそも一番安そうです。ただまあ筋なら嘘だよね。ドラの嘘だね。リャンズを通ってるからね。あただまあドラですからね。さあこれは完全に困った感じの可愛らしい感じだね。いやこれはもうノーヒント状態の手詰まりですね。これ厳しいね。いやスチピンはもう嫌だもんね。そうですね。ピンザ3ピン切れてるだけ、まあ二巡しのぐってことですか。でもこれもね、いや結構苦しい相手ですよ。リャンマのまたぎは嫌ですからね。これだって4万もう一巡切ったところで安牌増えるかどうか分かんないですからね。まだ一応増えたか。これで筋のウーピンとか打ちやすいのかな。リャンピンは取ってんだ。あ取ってる取ってる。ウーピンは打てる ね、 ウーピン、うん、あでもイーソー取って数万取って、まあ、ウーピン取ってしのぐって感じですか ね、 うすね。もうこれは一人全敗の可能性が。そうですね。もうちょっと対抗馬いなさそうですし、うん、じゃあ流局とですね。出るパイでもないですかねえ。いやすごい。でもこの中ちゃんぱいの洪水は あれまだ一応イーシャンテン。そうですね。そうなんですよ。スピンが打てればっていうね。そうなんです。まああと何ですか、貫老ピンとかスチーソーとか引くと今度はローソーが余っちゃうんですけど ね。
まあもういよいよウーピンか。あららウーピンしかでもウーピンぐらいしかないですね。比較的打ちやすい範囲で、うん、そうですね。板川さんの場合はあのチーソね、僕がチーしてるとどうなったかっていうことだよね。そうですね、うん、パーソはそうやっぱ打ちづらいのかな、あの時点ではね。まあチーしてるとチーマンが前原さんを掴んで、まあ上がりだったではあるんでしょうけど、もうスーサー取ってます、ウーピーも取ってます、うん。さあこれで前原さんの一人転敗で、さあトップ目が並びますね。これで並ぶ局、はい、まあ、板川さんと前原さんが並びになります。そして難2局に、移動しますね。リードが残ったまま、はい、トップ目は板川さん315、2番手前原さん273、うんうんうん、3番手小島先生217、そして、4番手奈良さん185、リーチ棒が1本残った難2局1本馬です。さあ、ね、トップとラスノさんも1万3000点ぐらいしかないから、ね、はい、まだまだ全然わからないという、うん、そして奈良さんの親番ということになりますが、その発売はいかがでしょう。あ、まあ、いいじゃないですか、これは。ソーズ一面、ズマンズ両面、ピンズもいい感じ、ドラがペイですね。メンタンピンとかはちょっと厳しいか、これは。でも割とあのこういう手の方がこう作りがいがあるみたいで、あ、なるほど、まあ、手が悪くっていうのは逆にいろんな役が狙えるっていう可能性があるっていうことですからね、うん。さあトップ目の板川さんにはチュン統一と、うん、ここまでね大詰めになってくると、うん、人上がりで先制したいというところもあるでしょうが、うん、で基本的にね、小島さん、前田さん、板川さん、こうリーチを打ちたいっていう感じですかね、はい。でも今日予選から見ても奈良さんも割とこう今日はなんか面前志向というか、ね、そうなんですよね、リーチ多いね、割と、まあ、そのじっくり構えてるところで、まあ、急所でバーンと仕掛けるという感じの、ね、うん、動き方が多かったような気に見受けられるんですけど、さんこれ何に向かっていくのかってところですよね。まだわからない。ただどの親場も怖いからね。怖いですね。だから板川さんにしてもなんか逃げの1000点2000点上がってもしょうがないんだよね。一発で結果をされるんで、できれば万願角くらい突き放したいんだよね。自分にチャンスっての気配があるときはそこで、ね、あのビシッと決めたいですよね、うん。ちょっと相手の戦意も喪失させたいってのもあるからね、うん。さあここで一ベンツ完成。しごろですか。なしごろだろうね。あの 手の段階ではしごろが本数になるかな。ドラです。ドラのペイ。また統一。統一ですよね。それが一番まあ。ドラも活かせて、はい、打点力もあって。こっちもなんかこっちもちょっと遠いでもしませんでしたね。感じしましたか。奈良さんあんまりチートイツというイメージがないんですよね。ああいう手組みすると場合奈良さん仕掛けていくかな。そう、親だよね。そうです、ね、だドラがペイじゃないですか、うん。両面チートがするとなんかみんな寄ってたかって、ここはこの親は攻め時とかって、ね、思っちゃうかもしれないですね。じゃあポンテンチーテンの時ぐらいかな。そうですね。あでもこれも免税で行きたいね。そうですね。スチーピン6球満、いやこれでも、ね、3色の形できてきましたよ。できてきましたね。3ピン引いてもいいし、あのハイパイが、ね、さすが先生です。3ピン引いてもよし、想像の周りが伸ばしてもよし。さあ板川さんも着々と両面、白は安全パイなんですよね、二丁切れだからちょっとそこも残しつつですけど、さあ3ピンは引けないが、これで単野を3色、ね、より高く、だからまだ嘘残してさらに単品3色イペークもあるみたいな。なるほど、うん。
お、いい射点だ。いい射点になりましたね。ここでハクを離すんだろうね。いや、急走じゃないですか。ハクか。ハク。これで、まあ、まあ、やっぱ6チッパーになるのが一番いいんだろうね。チュンがアンコになるか。チュン、まあ、2枚目出たらポンするって、うん、いやするのかな。もうあんまりないですもんね、変化が、うん、お、仕掛ける。あ、奈良さんね。奈良さんはね、アパーマンポンテン、はい、スチーピン。やっぱりこうポンテンチーテン取るのではなくね。そうですね。さあこれはローピン三面待ちの受けができた。でもちょっと統一を見ていたんだけど、パーマンポンでどうしますか。9万切るペー切った。あ、ドラペーはまあ奈良さんが1枚切ってますね、うん。さて奈良さんが仕掛けたんで、こうなると板川さんもさすが仕掛けるか、ね、このチューンだ ね、 これ、ね、これ仕掛けるでしょうね、うん、ポンして、うん、まあ、やっぱり対応しながら打ってるからね、うん。さあウッパーマンテンパイです、うん、板川さんがウッパーマン、スチーピンですね。ウッパーマン対スチーピン。チーピンは場に1枚、ウッパーマンは場に出てないですね。あ、そう、はい、ここに2枚、ここに2枚。どっちもただそんなに結構手に持たれてるところですね、うん。これでドラが全て見えました。こうなると脳天バップ覚悟で突っ込んでくる可能性もあります。6万ですね。6万いくか、いましたね。ウッパーマン、あ、これは当たり牌ですね。板川さんの当たり牌です。さあだけど安いの見えてますからね。そうね、ドラが4枚見えちゃってるから、脳天バップ払うよりはというふうに思うんですが、あとねプレミアムもついて、あのリーチェボーとかあるからね。はい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 。さあスチピンかウッパーマンか。さあ上茶から数番出たけど当然、ああここだ、これは当たりだ。でもゴロチの駒もありますからね、うん、リャンピン打ってリャンソリャンソっていう。そうかそうか、じゃあこれはかわす感じですかね。スチピン止まる形になったね、これ。リャンピン取ってます、通りましたからね、うん、さっきね、あの奈々さんが切って、このとウッパーマンが有利。チーピンはかなりきついと思いますね。あ、どうすっかな。これは振り点なんですね、キューピンがね、うん、もうやめ、あ、やめるか、やめそうですね、なんか今のって、うん、ローソーを切って、今取ったばっかりのローソー、ね。まあ本当は、あ、やっぱいったか、いきましたね、ね、振り点なんだけどね、はい、勝負に行きましたけど、はい、1500ですね、すっぴんで単位を1500は1800のリボーが1本入って2800と、奈良さんがこれで2万点台に復帰ですね。213、トップは現状板川さんが315、2番手前原さんが273、野田さんが213で、小島先生199と、まだ羽根マン圏内に4人がひしめいております、うん。ドラがリャンマンですね。野田さんの親がレンチャンです。さあ野田さんに直風のトーンが統一、おー、あ、先生グジハイが統一ですね。スノーシャー統一、ドラがリャンマン、前原さんも一応ドラのターツはある。田川さんはまあまあっていうところですかね。田川さんの手がでも良さそうですね、交換でね。いいとこありましたね。先生、国士もちょっと意識してます。あ、いい3ピン引きました。あ、ここも、お、いや、すごいね。メンツ、お、スーピンなんですね。という間に、ね、スーピンなんだね。もうだからこう角がいいからね、あんまりいじらないんだろうね。なるほど。今あるハイパイと角で、ね。はあ。しごろもちょっと見える。さ、まあ上の、さ、あの真ん中の三色もちょっと見える形ですね。そうか、まあトンのポンテンではありますけどね。うん、スーピン浮かしてね、パーワン切ってくる手もあるからね。そうですね。あ、これでカンパーピン、おー、すごいね、3ピンパーピン取れたんだね。
優勝続々と、うん、あとはあのマンズの下がねすっきりすれば、うん、トイトイとかの方がチートイツとか、チートイツ、ね、トイトイ、さあこれどうしますかね、ドラガリアンは、はい、E1 を1枚打って、ああでもやっぱもうドラを使い切るね、ドラを使い切る形だね、テン3万リーチもあるってことですよね、うん、ということだね、はい、さあ板川さんの手も良くなってきた、まあ、E1 1枚打って裏目の3を引いてもどうとでもないのからね、はい、あの人の形、はい、そして奈良さんの手も、奈良さんがドラを引いて、ね、そうですね、いつも引いたらおそらくトンとパーマのシャンポンに行くという構えでしょうね、うん、さあ何引くか、ドラを引ければ最高ですけどね、あこれまあ9ピン切るんでしょうね、これで単葉の方にね、はいはいはい、自然にね行こう、サブロスト最高と、はい、そもう単品ドラドラですからね、サブロスト入ってもドラ短期がありますし、さあ灘さんがその前に一数万を引くのか、トンは誰かの手に、あ先生1枚ここなかなか切らないだろうな、うん、このトンは、そうですね、さあ何引いた、ちゃんたも見えてきましたよ、じゃあどうすんだ、あでもウーピア残す、うん、前原さんもあんまり深くなるとペン3万リーチ打ちづらいですもんね、場にはどうなんだろう、出てないんですけど、まあ、ドラのリアンはのそばだから、ね、みんな結構高い点にして追っかけてくるじゃないですか、うんうん、そこで先制グケリーチって打ちづらいと思うんですよね、なるほど確かに、もちろん引いてくることもあるんでしょうけど、本手が入った人ね潰しに行きますからね、急走、急走かとはいえではみんなあまり進んでいない、進んでないんで、だから灘さんがほぼもうあのね20目30目段階と変わらないからね、カンウーアンがねリスワになっただけだから、うん、さあこの9万今話したのがもしかしたらいいことになるかもしれないですね、9万切り1だとさすがに8万もね筋とはいえ出づらいと思うので、さあこれでこれでいいんだね、そうですね、さあトンもこれ板川さんの手だと止まりますね、奈良さんトンが苦しくなってきた、ちょっと泣けそうにない、ねえ、ね、出さないですもんね、うん、さあそして前原さんも、まあ、リャンマンはともかくサブロスオチーマン、さあ、まあ、サブロスオチーマンもなんかきつそうなんで、どう打つかだね、想像はでも意外と安いですよ、ああそう、短期待ちそんなに悪くないと思います、このサブロスの多発を外していく、残さないでね、そうなんですよ、短期で構えとく方が、うん、まあ、リーチはさすがにちょっとやりすぎとはいえ、満品で残党を作るとはないんだね、うん、ここでテンパイ取って、うん、一応裾の短期待ちという形でテンパイが入りました、あでも裾ここにいっぱいか、あダメですね、まあでもこれも借り点だから ね、 ね、まあ、手代わりを待つ、さあ変化するか、リャンパーマン何、いや白あれ違う、ソーズリャンソー、リャンソー、おリャンソーどうなんだろう、あえここでリーチ、え裾短期、まあ、確かにね、これは すごいね、ソーズが高いの板川さんだけで、あとみんなソーズバラバラってきて自分の捨て牌もソーズかなり出してるので、そうですね、かなり手は、まあ、とはいえ捨て牌はねかなりその凝ってますけど、とはいえこれはよほど考えすぎないと出ない裾ですからね、ただじゃあ対抗できる手の人って奈良さんぐらいですから、ね、奈良さん裾2枚でしょ、そうです、ね、はい、ここに板川さん別に安全牌ないの、
気持ち悪い捨て牌ではありまして、2回打てないのこれ、この数層がもしリャンソつもぎり、あ、ウソ最終手出しのリャンソつもぎり1で、うん、あーローアンはどうなの、ローアンも根拠あんのこれ、いやーないですね、ない、まあ前原さんのリーチだからっていうことで何かそういう感じとしか思えないです、だって4万一応ワンチャンスですけど、うん、まあ、9万は取ってるけどね、数字の数勢よりはいいってことか、そうですね、まあ、同じ理屈でこれウーマン切るんでしょうけど、まあチュンか、あ、はい、あでもトンシャは何なんが打てないんだから厳しいよ ね、 ね、そこじゃあ今板笠危なかったんだね、数勢、そうですね、まあ、一番ね罠にかかりやすい、うん、お膳立てはできてるわけでしたからね、数層打つもうな、そこしか出ないでしょうね、数層、ただやっぱりそこら辺は前半さんとの対戦経験も長いっていうところなんじゃないですか、ね、なるほどね、流局の可能性が ね、 で、 ね、で、野田さんももう回ってしまったので、うん、まだ一応いい線点を維持してるね、維持してますね、何は勝敗ですね、あと筋の2ピン、うんうんうん、ですね、これが、ラス配定前テンパ入ったかな、違うな、ね、マンズっぽかったんですけどね、何かは見えないという、見えちゃう、まあどっちにしてもションパイなんだ、うん、ションパイなんです、何引いたの、何引いたの、ションパイなんですか、ちょっと見えないじゃん、何引いたの、もどかしいですね、はい、永遠の謎になってしまいました、本当にさあこれででも前原さん一人テンパイで板川さんとほぼ並び、トップの板川さん305、前原さん293、その差1200です、でリーボーが2本、いやリーボー2本もあるの、1本リーボー1本です、で何本場、はい、次が出す前2本場じゃないですか、2本場、3本場です、3本場ですね、いやこうなるとそういうのも大きいよね、教託も大きいからね、いよいよラス前、うん、そうですね、来ましたね、そして先生が、うん、いやここは何とかしたいところ、これはピンズが、だからあの白100点も出してほしいんだけどなあでも接戦だからもうあれかな、100点ほど場に出せない方がいいかな、間違えたくないんでしょうね、うん、まあその周りの運営がちゃんとそこら辺はやってるでしょ、あ、いいんじゃないですかこれ、来ましたね、ピンズ、ピンズ真っ白じゃないですか、お 親だっけ、はい、ね、そうですね、さあ見せる麻雀が再び炸裂するか、ちょっと板川さんね、手よかったのちょっと落ちてきたね、そうですね、うん、あ、奈良さんこれは8本で拾っていけるね、あでも点数がもうあれか、2300しかないんだね、いやでもこれ拾っとくと、あ、マンツマで届く、マンガン出上がりで届くんだ、くんだ、あ、じゃあ拾いに行くね、そしたら、まあ、もちろんね1000、2000とか1326とかの方がいいでしょうけど、しといた方がいいけどね、贅沢を言ってる場合ではなさそうなんですよね、もうすでにね白1枚切れちゃってますから、ドラガー、ドラがウーマンです、ドラもないんだよね、はい、そうなんだよな、お、いい感じだね、前原さんは、前原さんもドラがないってなんですけど、前原さんの場合はもう本当上がりトップの今、上がりトップというかまあラス前ですけど、ね、トップに立てますから、何さんの手もでも徐々にまとまってきてます、今下位の2人、小島なだの2人の手が割と良さそうです、おお、何打ちますか、打つでしょう、打ちましたね、入れて、あ、重たいっすねこれね、うん、トン重ねたが、まあ、どっちかっていうと
あんまり重なっても意味がない、うん、まあ安牌程度ぐらいしかならないと思いますけど、ね、チート位置に向かわない以上は。まあ、前原さんから見たらションパイ、そうですね、打たない、うん、うん、おじわり重ねていきましたけど、チート位置っぽい感じね、そうですね、おあこれでメンツでイシャンテンですが、まあ、白を離すかピンフになりますからね、おっと取り落とした、おお、あやっぱ白の上がりを取ったね、ピンフじゃなくてね、へえ、これで小島さん、これトントンと打たれますからね、うん、おそらく前原さんもトン打つから、このシャンポンの形のトンが、まあ、白があるからいいですね、白で上がろうと思ってるから、ですね、この白、長谷さんもただ重ねようと思ってるんじゃないですか、白、うん、まあ、レーがちょっと遅くなりそうな感じありますよね、うん、その間に、その間に、ああこれドラじゃないの、先生がドラドラです、はい、じゃあ7万か、7万切った、これで食いたいっても十分な点数ですからね、うん、あですね、はい、奈良さんが狙ってる白がね、どこにいるかだね、白は板川さんが持ってるんですよ、板川さんが持ってるんだ、はい、持ってるんですよ、これあでも出るかもしれない、ここからってこのタイミングで、もしかしたらシャーも白もチート1からこれ暗黒系になっちゃってるんだ、そうですね、シャーも白も1枚切れなんで、さあどっちを先切るかだ、可能性が、白を切るとポンテンが入る、奈良さんのポンテン、あこれは奈良さんにとっては美味しい、これを狙っていたからね、サボロー ピン待ち、はい、結構ここで、まあ、砂さんが上がってくれると、板川さんはトップ目でオーラスを迎えられますけどね、まあ、そんなにね、都合よくいくかどうかっていうのは考えてないですからね、さあ、今、灘さんが白の、白先天ですが、天杯を入れております、サブロピン。天杯は入ってます。あ、しかし、あこれ、スワンク、あれ、イーシャンテン、ただ、3ピンがあそこ。あ、シャー、じゃあ先生が動きました、チーピンドラ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 動いて、はい、これでイーシャンテン、ただ3ピンがアウトなんですか、そうなんですよ、アウトです、ね、だからスーアンコをテンパった時点で出てしまう、ピンを引けばまあ助かるけど、助かるんですがというところですね、さあこれは先生もだってサブローピンの待ちになる可能性もありますしね、小、うん、島先生、さあどうだ、ああどうだ、ただ3ピンは頭へになっちゃうんですよ、あなるほど、うわだからスーアンコ張ったら3ピン出ますから、そうですね、先生ちょっと前原さんからも出る可能性ありますけどね、2ピン入ると、あ本当だ、板川さんの3ピンがかなり、板川さんは完2ピン入れればね、そうですね、ただそしてあとは引きっこの勝負になるから、ただあれなんですけどね、見せるか、あの板川さんにとっては3ピン切っちゃった方がいいんですよ、うん、ああそうか、安い方で4000オールが炸裂するよりは、そうか、積まれて4000オールよりは、そうか、そんなことは分からないんですけど、分からないんですけど、さあどうだ、あ入った、あカレブの入った、これで出ない、これで出ない、これでリーチ、これでもドラ表のスーマンと一枚切りのシャーですね、そうか、じゃあ闇かトップ目だもんね、闇点で積もっても十分ですけど、うんうん、ただだって闇積もマンガンだもんね、これそうですね、あとウーマンビ、あ今行きますね、でもすごいシャーが狙い目か、シャー生きてますね、シャーが狙い目だもんね、さあサブロピン対シャー、さあどうなる、サブロピン、小島なら2人サブロピンだからね、そうですね、さあ先生がこれ閉じた、まあこれは押すのか、押すでしょうね、押したこれ以上いい手はないわけですから、うん、おやまんだもんね、ですよね、これはやっぱり見せる、うん、マージャンをもっとする戦、当たろうがないでしょうが、まあ、打っていきますよ ね、うん、きますね、なかなか興奮しますね、ただ小島がサブローピン待ちでぶつかってるっていうのが、うん、しかもシャアいるもんね、これね、板川さんの数万はもうないかな、サブローピンってまだあるよね、サブローピンはね、まあ、まだあるでしょう、前原さんが3枚と、枚、うん、そうですね、前原さんが3枚と6万は大丈夫、あ回りましたよ、回った、これで先生のちょっと可能性が、うん、頭張りがなくなりましたからね、そうですね、でもシャーもまだ生きてる、シャーもいる、うわどっちが先にいんだ、手が触れてますね、いやいやだってこれ積もればね、はい、うん、まあ優勝、うん、かなり、かなりね、うん、近い、うん、上がり、まあ、前原さんがラストはいますが、来ます、その前にサブロピンもいるんですよ、ああ
これは止まらない。いや今静かに来たけど、静かに来たけど、まあね、ただ、ね、ただ積もられなかったことで、うん、もう板川さんもう一回行かなきゃいけないんですよ、はいはいはい、でもこれ 6-4? 何リーチ約6-4ですね。あでも大きいね。64は7-3のリーボついて8-3、うん、38,800 で、オーラスを迎えました。前原さんとの点差は9,500、前原さんはだから26オール以上か、12,000ですね。73小島さんの条件は奈田さんは倍率も跳ね直、板川さんからの跳ね直、うん、先生は26,200だから3倍満そうですね。そして前原さんの手がいい、お親の前原さんドラパッソ逃げる板川さん、あバードラドラ、まあ、ドラドラっていうのは、まあ、役が欲しいですね、うん、これはしかしそうですね、まあ、ただほぼもう一騎打ちですね、前原板川一騎打ち、奈田さんの手からちょっと倍満が望めるかどうか。こうわこれいい手だね、一発で決められるような手だね、これ役本一でもいいし、うん、リーズも、まあ、でもサブロッピンで決めに行った、本当に行きました、一曲で決めに行った、それこれリハ出ますよこれ、あ出ないかまだ、ちょっとね小島さんからね自敗は出ないだろうからね、奈々さんは純ちゃん3色いけば倍満つもありますからね、うんうん、それで1本でしょうね。これがどうだ、一メンツしくる、まあしょうがないですよね、うん、でも決めるんだったらね本一にしてね、板川さんのもう一役欲しいからやっぱり白髪はなかなか出ないですね。さあ奈々さん純ちゃん3色、リーズも純ちゃん3色、まあ、ピンフがつくかドラつくか裏ドラで、ね、いいですからね。ああどうするかな、うん、どうしますか、一応トイトイ、 トイトイでもいいですからね。もう切らないね、切らないです ね役牌切らない、先生は数暗号ですよね、こうなると遠いですけど、おまず8万か5万か5万っぽいですね。あいいね、じゃあどうするか、イーシャンテンに構えるかウーピンの取り落としか、ウーピン落とすんじゃないか、そうですね、うん、さあ1個埋まった1個埋まった白は合わせ打ちです。2000オールでは2000オールでは届かないです。いや2000オールじゃ届かないんだ、はい、9号差ですから、あ26オール26オールからですね、26オールでも届くか、26オール届きます、はい、12000か26オール、うん、さあ来た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 69万何発、何流、うん、でこの初だね、あこのこれ、あこれ出るかベストのタイミングで、さこれ積もったら、うん、変わる、積もっても変わりますね、うん、あの休めでも26オールだからね、積もればローアンが4分になってそうです ね何が2分あるから、そしてあれ直撃だと思う、別にこれ奈々さんの何もどうですか、純ちゃん3色が積もったらこれ上がると終わらない、上がると終わらない、もう1曲、うん、5% です、流派本一5800、ちょっと考えてるね、これはある意味板川さん助かったかもしれないですね、あのだって何だったらどっからでもいいわけでしょ、そうです、1万2000だから、はい、さあ奈良さんが5800を振って苦笑いちょっと決め損なったかみたいな、ね、そうですね、前原さんの手がさ、前原さんの点数は351、板川さん388なんで、その差3700点差、先生が今ちらっと何か言いましたよねこう前何やってんだみたいなことですかねこれどうなんですかね、まあ先生だと多分上がんないですからね、そしてちょっと反省の色がオーラス前原さんにドラ連品です。ただまあもう今度こそ上がりトップぐらいにはなってますから ね、ドラが入ってます、やっぱりね板川さん助かったっていう印象が僕なんかあるから、うそうですよね、ここをね逃げ切れちゃうかもしれない、いい感じじゃないですか、いいですね、2メンツできてる、チュンもある、うん、頭ができた、あらいよいよ、ね、これ奈田さんがチュンをスッと離すともうね、かなり小島先生とかもいかないちょっとねいけないし、でもまあ、まあ、前は悪くはないんだよ、悪くはないんだよね、リャンシャン点でまあまあいい形ですが、うん、あ、デビシャ、あらただねこの自敗が出るかどうかなんだよ ねこれが、ね、ここに1枚ずつ奈田さんがチュンポンですよ、ポン
あのオデブシャですから、うん、もうなんダブルダックですか。そうですそうです、なんとチューンテンパイです。あら、さあどうか、カメラが追いつけないぐらいテンパイ早いです。待ってよ、なんとチューンは奈良さんの手に1枚ずつ で、他は今のところ、マヤナさんに行ったら出るものね、止まらないですね、止まらないからなんとチューンね、うん、さあ板川さん連覇に向けてテンパ入りましたよ。これは史上初だよね、史上初ですよ。あ、すごいね、まだわからないんですが、雰囲気がこれはでもね、1枚ずつのなんとチューンが、先生はあれだ、順ちゃんさん、前原さん止まるかどうか、一手進んだ、一手進んだ、だからなんとチューンさえね、つかまないから戦えるかもしれない、ね、前原さんもこれを上がれば優勝ですから、うん、さあペン三層やイーソーが早いのか、なんチューンが早いのか、あと1枚、あ、2枚ですよね、うん、1枚ずつね、はい、これどうしますかね、くっつき広げるんだったら例えばイーソー切っとくとかっていう手はありますよね。いやだからもうね、あー、引いた、チューンは、はい、優勝だ、そうですね、はい、連覇だ、連覇すごい、連覇すごいですね、連覇すごい、史上初ですか。お見事でした、お見事、はい、でもひょうひょうとね、表情は全然、うん、苦しい局面いっぱいあったと思うんですけどね、はい、うんうん、一回2万点台に戻っちゃった時がありましたが、うん、すぐ漫画取り返しましたけどね、うん、あと、まあ、やっぱりシャーとね、つもりさんと、はい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 、引き続きまして決勝戦を戦った4名に登場していただきましょう、皆さんどうぞ。戦いを終えた4名の方に、登壇していただきました、それでは早速ですね、一言ずついただいていきましょうかね。まずは、ね、見せ場は十分にあった先生、いかがでしたでしょうか。うん、乾杯だかっこいい、かっこいいですね。まあでもね、本当何3曲でしたっけ、オヤマン天杯、あそこはね、はい、板川にのシャを掴んだのがね、はい、不運だけど、それまでにね、はい、登ってくるような気配じゃないもんね。おそこのサブローピンに、ね、上がれるかどうかっていうのはちょっと疑問を持ってた。まあ今ここで言うとなんか弁解みたいだけどね、いえいえ、だけどチーピンポンしてさ、はい、ドラがあんこになったからね、うん、まあ一瞬いけるかなと思ったけどね、やっぱあんまりにもね長すぎたからね、はあはあはあ、テンパイまでが、はい、だからまあ板川にシャワーつかんで打ったけどね、はい、まあそこは勝負だからね、はい、別に弁解はない、うん、はい、その割にシャワーをそーっと出されましたよね強打でいくかと思いきやそーっとシャワーを出されましたがまあ弁解はないと、はい、お疲れ様でございました、先生でした。そして、3位となられました灘さん、一言いただけますでしょうか。トイン4局に板川が、はい、なんと白かな、初ですかね、初、はい、ポンしてドラを切ってきて、はい、まあ本一に染めてるのは分かってるんだけど、はい、魔が差したドラの悔いだねなるほど、あれまでみんな4人並んでた、そうですね、はい、うん、あれが一つの別れ目、はい、あれはヘボです、いやいやいや、ウーピンの悔いが、いやいや、それだけです。わかりました、お疲れ様でした。そして前原さんいかがでしょうか。うん、弱いから負けましたそうですか、オーラスの初本一をあそこで上がったことに対する
ご自分での、うん、そこを含めてやっぱり弱いってことでしょうね。あ、これはもう相当やっぱり悔しさが溢れてらっしゃる。そうですね、はい、あれは間違いでしょう。あ、いやいや、もうね、本当に、いや、よかった。いやいや、前原さん大健闘でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。そして見事麻雀最強戦2011覇者、そして連覇達成いたしました板川プロでございます。拍手。さあ、お一言感想の方をいただけますでしょうか。長時間にあたって皆さんこうやって観戦いただいて非常に、選手冥利につきます。本当にどうも今日はありがとうございました。まあ、小島さんがよく言ってますように勝てたのはたまたまついてただけということで、これからも、精進して頑張っていきたいと思いますので、ご声援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。おめでとうございました。